さあということでね、ガツリとお参りさせていただきました。さあといった感じでね、すっかり、住所さんで、店内、お寺の中ねちょっとご案内していただきましてありがとうございますと、いうことでございますね。またねちょっと、詳細とかねいっぱい、まあね、画像が出てたと思いますけど、いや本当にねうまいタイミングで、あれでしたね。いや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 、ありがたい話でございます。ということで、今のところはね、がっつりと、時間を、作らせていただいて、で、ここからね、先、企画的にはね、まだだいぶ、先がありますので、今、もう1時46分か。聞いたらね、あの井崎灯台、3時ぐらいまでだったら上に登れるらしいんで、今だったらまだ間に合いますのでね、よし、なんとかそちらの方に行きましょう。という感じでございますね。そう。何入れば、まあ、あとかね、こんな感じで。いろんな、しかし、出会いがありますね、まあ。あ、総合エネルギー、こんなところにある。これあれですよね、前、伊勢沖津で見かけたところと一緒のところですね。あ、もうあの里なんだ。あ、しまった、灯台行こうか。曲がらなあかんのやった。まあ、しかしあれですね。改めてね、来て、今も聞いてましたけど、これ、ね、やはり駅構内から、小型からね、そんな、歩いてこようなんてね、発想で見てたら、全くダメでしたね。危ない、危ない。灯台は確かに道がもうあと相当細いんで気をつけてくださいねって話でしたからね。いやこの辺りが市街地になるのかな、あの地の。まだ阿呆町になってますもんね。さあ、30キロ制限が解除になりましたけど、クリベクリベ無理かな無理かな、もう無理な気がする、もう無理だと思うな、軽でよかった。あ、もう無理でしょ、もう無理だよこれでしょ。これは難易度高いぞ。ここタバコ屋さん、すごいな。タバコ屋、商店ね、あ、八百屋さんとかも兼ねてる感じですけどね。そう、田舎だったらね、野菜がいっぱい売れるだろうと思われがちですけどね。でもここだったら、そっか、漁港だから逆に野菜は売れるのかもしれない。案外あれなんですよね、自分ところでみんな育てちゃってるんでね、野菜があんまり売れなかったりとかね、ありますからね。一回、朝やエンドの時期にね、ドカンと特売で仕入れたら、あれでしたね。近所で朝やエンドをたくさん取れちゃった人がおって、みんなにタダで配っとったんで、全く朝やエンド売れなくてね、あれっていうね、こととかありましたね。で、お客さん捕まえて、どうですかって、全然売れないんですけど、とかね、言っとったら、誰々さんが、たくさん作ったねって今みんなに配っとったから誰も今さやエンドウはもう誰もいらんねって言われてひえって言うて元気になりましたね。あのり東海タクシー、
ナショナル聞かれてすごいな。ナショナルですよ。で、エネオスのこの辺りだったっけ。ああでもちっちゃい子もおるんですね。ここかな。灯台はこっちの方と。さあ、ワノ森の方に来ました。これも島半島でもだいぶ先っちょの方ですからね。ああ、この辺りもいろいろと食べ物屋さんなんかもあったりしてね。まあ、大あさりとかね、この辺りは、うん。あの人たち古代駐車場だったんだ。もうちょっと先まで行くのかな。これは大物だ。海岸サインとかあったところですからね。いや意外と堤防があるからね、視認性が悪いんだよな。よいしょ、おっと、おっと、来ちゃったね、来ちゃったね。どうしよう。そこの幅広いところで。結構波高いんだな、今日。わあ、そして寝れない登ってる。わあ、おお、バギー。バーギーだ。わーすごい。おお、これは細い。あ、これは細いな。おお、で灯台資料館なんかもあるんですね。おお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 お。いや、これ、うわ、これも細い。細いわ。駐車場はあるらしいです。あと 200m。 うおいやー、これは経費数ですね。おお、でもこんなところにハイエース止まってるよ。すげえな。この道ハイエースって言われたらふざけんなーって言いたくなりますもんね。うわー、すげえなー。でも通れるんですもんね。東大資料館駐車場はこっちにある感じかな。おー、狭い。さあってことで、お、結構車止まってる。よし、あの地崎灯台到着ドエスという感じですね。いい具合ですね。おお、後ろ見えね。車止めもね、おほほほ、かなりビビった。ビビってだいぶ前に止めた気がする。まあでも近くで、あの崎灯台ね、見てきましょう。いや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 。